思わせのレオさんが思うスタメン聞きたいです。森保さん外せたらいいっすね。森保さんベンチから外して、会長の席から田島さん外してっていう風にしたら、うん、いいサッカーできるんじゃないですかね。将来的に。原口個人戦術分析官ってことは雇ってるらしいけど、思わせは森田出れないので、インサイダー原口と柴崎どっちがいいですか、それとも旗手ですか。うん、旗手でいいと思いますね。てか左インサイドハーフを田中碧にして、左のウィング三笘にして、左サイドバック旗手でいいですよね。で、右堂安と山根で、で、インサイドハーフ、右のインサイドハーフを、右のインサイドハーフ柴崎か、もしくは普通に 4-2-3-1 戻して鎌田でもいいですよね。本当はね、堂安インサイドハーフとかもやれるようにね、仕上げていきたかったですけどね。